デムーロ。2015年に JRA 所属騎手となったデムーロ騎手は、日本人騎手をあっという間に退けるほどの活躍でビッグレースをいくつも勝利してきました。しかし2019年頃から成績が落ち始め、2020年 NHK マイルカップを勝った後は重賞48連敗。また回ってくる馬の質も落ち始め、デムーロは干されたのではないかという声が上がりました。ということで今回はデムーロ騎手が干されることとなった原因となった出来事3つを紹介していこうと思います。騎乗馬の故障。 JRA 所属となった2015年から2018年の4年間、クラシックでデムーロジョッキーとコンビを組んだ馬たちは次々と故障してしまいます。2015年、ドゥラメンテはダービー制覇後両頭骨遠位端骨折、手術とリハビリを経て復帰3戦目の宝塚記念2着の後、左前足の靭帯と腱を損傷、競争能力喪失と診断され引退しました。2016年、リオンディーズはダービー5着の後、前線屈腱頸部不全断裂で引退。同じ年の牝馬ジュエラーは秋華賞4着の後、左後ろ第二歯骨骨折で引退しました。2017年、アドミラブルはダービー3着の後、放牧中に脚部不安、その後腸骨骨折で引退。同じ年の牝馬アドマイヤーミヤビはオークス3着の後、左前足屈腱炎で引退しました。2018年、北のコマンドールはダービー12着後、右前足前屈腱炎で引退しました。また2021年、オークス馬ユーバーレーベンもレース後に右前屈腱部に腫れがあったため、エコー検査を受けた結果屈腱炎にまでは至っていないものの、屈腱周囲炎と診断され復帰時期は未定と発表されました。このようにあくまで因果関係があるかわからないものの、デムーロ騎手が乗った馬がことごとく故障、引退へと追い込まれているのです。エージェント変更。デムーロ騎手は同じエージェントに自分よりも成績が良い騎手がいるとエージェントを変える傾向にあると言われています。最初のエージェント変更は2016年10月、ルメール騎手と同じ豊沢信夫氏から川田優雅騎手の担当を務める井上正幸に変更します。これはルメール騎手との格差が徐々に大きくなっていたことが理由だと言われています。そして2回目の変更は2019年3月、今度はエージェントを大谷博騎手に変更します。これは川田騎手ばかりが有力馬に騎乗し、自分が割り送っていると感じたことと、クラシックでサートルナーリアをみすみす手放す羽目になったことに腹を立てたことだと言われています。そして3度目の変更は2020年1月、川島康隆氏へ。これは美穂に拠点を移すためでした。その際デムーロ騎手はもっと勝つために空気を変えたい、美穂の調教師がたくさんいい馬に乗せてくれるので自分も新しい環境でチャレンジしますと語っています。確執。強気な騎乗スタイルや感情的な性格でたびたび馬主や調教師、そして騎手仲間から反感を買うこともあったデムーロ騎手。それに加えエージェントを変えたことが裏目に出てしまいます。3戦無敗でホープフルステークスを制したサートルナーリアの騎乗が2019年のクラシックはルメールジョッキーに交代となってしまいます。もともとシーザリオを気に入っていて、サートルナーリアには兄のリオンディーズ以上の可能性を感じていたデムールジョッキーはこの乗り換わりがとてもショックだったと語っています。そしてこれ以降ノーザン系の馬の騎乗が目に見えて減ってしまいます。この年の8月、ノーザンホースパークで行われた開園30周年イベントにはルメール、戸崎啓太、福永雄一といったリーディング上位騎手が駆けつけていましたが、そこにデムールジョッキーの姿はありませんでした。しまいには年末の有馬記念、デムールジョッキーはかつて騎乗していたエタリオ、奇跡、サートルナーリア、スワーブリチャードらが出走していたにもかかわらず騎乗依頼が一つもなかったのです。さらにその月の香港国際競争で主戦を務めていたアドマイヤーマーズが香港マイル、グローリーベイズが香港バーズをそれぞれ優勝。デムールジョッキーはこの2頭の前哨戦に騎乗したものの結果が振るわず、さらに評価を落としてしまったようです。ということで今回はデムーロ騎手の騎乗回数が激減した理由について紹介しました。近年のデムーロ騎手は馬質の低下により成績が下がってはいますが、今も一流ジョッキーであることに変わりはありません。人生は難しい。オークスのインタビューで語ったその一言がデムーロジョッキーの苦悩を表しているように感じられました。
今後もこのような動画を上げていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。